光と波動を追加したジグヘッド、くるくるジグヘッドです。これですね、見ていただいた通り、普通ジグヘッドっていうのは、鉛と、まあ、もしくはタングステンとかこの重りの部分とフックがセットになったシンプルなものがジグヘッドなんですけど、このくるくるジグヘッドは、このヘッドの部分にスイベルを埋め込んで、そこにオリジナルのブレードがついてます。でこのブレードが水中の中でずっとくる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 とかひらひらひらって言って動いて光を反射します。でですね、このジグヘッドリグに必要不可欠なワーム、このワームをセットして、まあ、要はこのワームでアピールして魚をこう釣るわけなんですけど、このワームのアピール力にこの光と波動ブレードのこれを追加できます。っていうかもう追加してますっていうジグヘッドになります。でこれはあの使いどころとしては、まあ、日中デイゲームで光が水中に差し込んでる時にキラ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 小魚を演出するみたいな感じでこう魚にアピールしてくれる。もう一つはこのブレードが回ることによって、このリグ自体の揚力っていうか少し浮力ができてレンジコントロールですね、その自分の引きたいところをこうあまりずらさずゆっくり引けるっていう効果があるんですよ。でその2つの効果を追加してますっていうジグヘッドになります。ラインナップとしては 1g、1.5g、2g、2.5、3で、その上にちょっとフックの大きなタイプで 5g、7g とあります。カバーできる範囲としては、まあ、アジ、メバル、まあ、サバ、カマス、まあ、そういったライトゲームで遊べる、魚種に加えて、まあ、例えば 3g から上、3、5、7g とかだとライトロックって言われるジャンルですね。あのカサゴとかアコウとか代表的なところで言うと、まあ、そういうライトロックでも遊んでいただけます。特にカサゴなんかはこういうあのフラッシングめっちゃ好きなんで、あのライトタックまたはライトロックで使ってもらえると楽しいと思います。くるくるジグヘッド。